It's the way.今日はまなみちゃんシリーズ。あ、まなみちゃんシリーズいいじゃん。うん、最新のやつはなかったのよ。今あの、うん、オリオンサザンのビールのやつのやつはさ、若干夏メロ系が多いらしいです。FM ギロは夏メロからちょっと新しいぐらいが多い。ああ、そうそう。夏メロせえな。俺ずっと流してるのは1980年代ぐらいのやつばっかり選んでるんだな。90、うん、2000年ぐらいがちょうど、うんうんうん、はい、よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、こんばんは。だいぶ沖縄明るいです ね、明るいね。いいじゃないですか。でも一服堂さんとか割と見に来てくれるので、うんうん、だね。もうちょいギノワの人入ってきてくれて嬉しいんやけどな。ギノワの人はでも本当にラジオで聴けるし、うん、ラジオの方が曲も聴けるので、うん、あ、そうか。やっぱりツイキャスはやっぱ県外ですよ多分。あと、まあ、ユーストリーム、ま、沖縄の人はやっぱ IT 苦手な人も多いからユーストリーム止まりとかの人もいると思う。これ今あのツイキャスやんか。ツイキャス、はい。ユーストリームでももうやってんの？やってます、やってます。あと ひろきがピッてやれば。ああ、そうなんだ。うん、でもやっぱこの時間いいと思いますよ、割と。僕の土曜2時なかなか人集まらない結構土曜2時結構人集まらなくて若干寂しい思いをする時もあるので。はい、皆さんどうもこんばんは、NPO 法人の幸せ宅急便婚活モールの幸せ宅急 便, 宅急便もう自分の番組名まで。 NPO 法人の幸せ宅急便っていう別の法人になってました。あ、そうだね、違うね。もう一度言いますと、婚活モールの幸せ宅急便ということでねはい、失礼いたしました。6時から7時まで1時間ですね、こんなあのボケながら。そうですね、ボケとツッコミがありながら、はい、お願いしますということで、いつものですね、オープニング曲お聴きください。ずっと一緒に。珍しく9シートがないじゃないですか。9シートないね。9シートかあのシナリオのシートが珍しい。もういらんなと思ったらだんだんみんな多分ね持たなくなってくるんです。僕全部あっちでやるから、自分の曲入れた曲もあっちで確認しながらですから、うん、ねえなあとな、大したもんだよなもう慣れればそんなに。俺なんかメールが来てるってこうやってやってて喋りながらやっぱりこれやらんとあかんやんか。はい、俺そこできひんもん。メール来ないので、うん、メールあんま来ないので。でもツイキャスは見とけば。逆にメール来たら困るのよ、それ見ながら喋らないと。なんか喋ってて、うん、で急にメール来てますよなんか言われたらもう今度こっちが頭の中真っ白になって。そうですよ、ね、見ないといけないし、ほっとくわけにもいかんし。でも喋ってる途中で内容が変わってきたりとか、うん、その柔軟性がないんで。柔軟性うん、でもなんか毎週あの声は出さないけど聞いてる人も多分いるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、この場合なたまにメールいつも毎週聞いてますって、でこういう相談があるんですけどっていうメールも来てたぐらいだから、うんうん、聞いてくれる人がいるんじゃないかラジオで、うん、結構でも番組とか僕今もうこもりしてるからあれですけど、うん、FM ギノワのラジオを聞いてメールしてくる人もいるので、うん、あのチャンネル合わせてる人も結構いるんじゃないかな。そう、うん、あれもあるので光の加減シャリはいいところにある。開けてたら開けてたらずっと映ってかんばんシャリマ向かいです伊佐交差点から上がってきてシャリマ向かいです向かいに建物あったなと思うかもしれないです。あの海って何の海？あの海ってあれは何、シナ海？東シナ海。なんで東ってやないやろ。あの東シナだから中国の東。
シナが中国のことなので。やっぱり東シナ海でいいの？東シナ海でいいんですよ。じゃああっちの、 あの向こう側はウルマの方のあちらに。ウルマの方は太平洋。は？太平洋あれ？はい。あれ太平洋ですよ。環太平洋なのであの辺全部。ほんま？大西洋じゃなくて？大西洋はあのヨーロッパの方なのでアメリカ大陸と。そうなんだっけ。こっちから見えてる海は東シナ海。そうですよ。あのリゾート地の海です。そうなんだ。だから超いいところにあるんですよ、物件として。あれずっと向こうになんかこう島のような船のようなのが一個ポツンと見えるの。あそこあれでは多分あの本部とかの半島になるはず。あれはまだ半島というよりあれは船やな、あれはな。じゃあそれかもしれない。 あれは船かもしれないですね。あっちにはあっちにちょっとポコッと見えるのが伊江島タッチとか本部とかという感じで見えます。誰か一人はでも見てくれてますよ。なんでわかる？4人になった。だから あっちのパソコンなので最低1はあるんですよ。ああ、そうなんや。低い位置でしたら、うん、今3人見てくれてるので、コメントしなくてもあのツイキャスで見てくれてたり。ラジオ聞いてくれてる人の人数が出るといいんだけどな。それ最高ですけどね。どこのラジオ局もそう思ってると思いますよ。そうな。テレビ局ですら、まあ、今デジタルだからやろうと思えばできると思うんですけど、アナログの頃はテレビ局もすら流すしかなかったので、絶対言っちゃいけない機会があるっていうビデオリサーチね。最後に例えば婚活ボール、これ聞いてくれてるその独身の方で、あ、婚活ボールにあの話聞いて聞きに行って入会しようと思った人はあの、入会金無料ですよなんて言っちゃっていいの？あ、大丈夫ですよ。それはスポンサーだからいいんじゃないですか。はい、プレゼント、はい、スポンサープレゼントじゃないですか。そうかそうか。ラジオ聞きました。NGN の1の婚活も幸せ宅急便聞きましたって言ったら、言うのは全然。なら、ラジオの反響分かるはずです。そろそろ。はい、ずっと一緒にですね、オープニング曲聴いていただきました。はい、6時5分ですね。はい、まずいつものですね、道路交通情報ですね。はい、こちらの方から、お届けします。どこ行きましたっけ？どこ行きましたっけ？僕持ってないですね。あ、ありますね。あ、よかったです。はい、失礼しました。はい、ちょうどまだね、仕事が終わってね、うんうん、帰宅に着いていらっしゃる車を運転している方も、たくさんいらっしゃると思いますのでね、ここの近隣のですね、道路交通情報をお伝えします。はい、まず大蛇名から前原交差点、坂の中ほどにありますスイーツ&カフェのプレジールさん、うん、こちら、ごめんなさい、情報がありませんね。すみません、失礼しました。次、宜野湾市野岳にあるペットクリニックアネシスさん、うん、国道29号線、流大から首里向けですね、うん、それと北中城インターチェンジ向け、両方ともこれはね、目立った混雑はないですよということです。うん、続きましては普天間神宮向かいにある三神の松田さん、うん、普天間交差点から330維新田向けですね、うん、逆の方向の伊佐向け、これもね、今のところスムーズに流れていると、うん、いうことです。まあ、これからね、暗くなってきたりしますとまた、道路の、ね、状況も変わってきますので、うん、まあ、早めの点灯でね、安全運転、心がけてください。はい、ということで地域密着道路交通情報ね、うん、先にお届けしました。道路交通情報まだ直ってないのが2カ所ありますね。県道29号線と、うん、ここ実は宜野湾ヒルズだったっていう。あ、そうなの？普天間ヒルズじゃないっていう。ここ普天間ヒルズじゃないの？普天間ヒルズじゃない、宜野湾ヒルズ。あ、そうなんだ。ヒルズ通り。ヒルズ通りな。宜野湾ヒルズ通り。あ、なるほど。ということで、直しといてください。はい、ということで、まあ、今週、ね、金曜日から、ゴールデンウィークと。うん、
ということで、今年のゴールデンウィークのその、まあ、暦というか、うん、うまく休み取るとそうです ね結構な休みになりますよね。土と金休んだったらね、そうそうそう、11連休でした。うん、そうそう、山下さん何かあるんですか。僕はゴールデンウィークは動かないって決めてる。動かない。沖縄やっぱ混むじゃないですか、観光客の方々が来ていらっしゃるとありがたいので、僕たちはそこ行って混むのが嫌なので、まだその頃言うたらまだ梅雨が入るか入らないかやね。沖縄は本当ね、微妙だよね。秘密にしとかないといけないんですけど、あの、そうだよね、だいたいゴールデンウィーク雨っていう、そうだよね、曇りか雨っていう、まあ、ずっと最近こう天気が良くなくって、うん、まあ、今日なんかはね、あのいい天気だったんだけど、なんか来る途中パラパラとしてましたけれども、うん、はい、皆さんのゴールデンウィークのご予定はね、いかほどかなって、うん、まあ、私たち婚活モールでは逆にあのこういうね、皆さんがお休みの時に ね婚活やっぱりされる方が多いので、まあ若干お休みはありますけれども、いろんなね、その料理のイベントであったりとか、はい、あのうちの名物 その各駅停車とかね、お見合いとかもかなりちょっと力入れてね、やっていきたいなと思っております。ということで、隣はね、いつもの山下さん、はい、いつもの、ね、はい、が2人でお届けした。先週ちょっと休んじゃったんですけど、そうですね、焦りましたよ、来ないからね、何喋っていいかわからなくてということで、まあ、今日はちょっと違うね、はい、一つだけ、ニュースで、うん、あっと思ったことがあったんで、はい、これ毎日新聞のね、配信してるやつですけれども、今あの妊娠されている方がその出産前の、あ、はいはいはい、いろんなあのそういう異常がないかとかっていうものが、今拡大しているという利用者がねということで、ただまだ今回また新しい、出生前診断の仕組みがこうできたということで、まあ、それを受けた方々が、まあ、あの実際にあの何もなかったという方もあのいれば、やっぱりちょっとこういうところが異常がありましたよなんてね、いうデータがあるんですけど、まあほとんどはまあ、そういう異常がないという方が多いんですけども、ただやっぱり これをやっぱり受けようと、その思う方がやっぱり増えてきたっていうのは、一つはやっぱり高齢出産の方が、そうですね、こう増えてきてるというのもなんか要因かなと、まあ、リスクが多いって言われますからね、そうなんですね、だからやっぱり、で、やっぱりその、まあ、リスクがあってもやっぱり子どもが欲しいという方がいるけれども、こういうような、あの出生前の生まれる前のその診断の中で、まあ、そういう異常が来た時に、まあ、みんな本当どうするのかななんて、まあ、これあの見た時まだその答えがなくて、みんなどういうそのことをあの、選択されるのかなっていうようなことなんですけども、はいはいはい、実はその96.5%、まあ、異常があったよという方の 96.5% の方が中絶を選んでいると、まあ、ただこの異常っていうのも内容はね、いろいろその様々なその病気だとか、ね、そのあるんですけれども、まあ、こういうその中でやっぱり問いかけているのはその命の選別、ですね、話題になっているところは、ね、こういうものがやっぱりこう指摘があったりする反面、ただやっぱりあの私たちが常に言っているそのつまりその高齢出産になっていく晩婚化だよね、こういったもので、利用者が増えていっているっていうその現実が、まあ、私はもう今日はちょっとそれまでにね、こういう情報がありますよということだけお届けして、これ議論するつもりはちょっとないんですけれども、そういうことで、まあ早め早めのね、そういう結婚妊娠出産ということも考えてほしいなと思います。ということで、今日のですね、山下さん、テーマははい、人生いろいろ婚活いろいろです、そういうことですね。はい、今日婚活いろいろと、いうことで、まあ、はい、あの婚活っていう言葉はね、何年か前に流行ってるんだけれども、実際にあの婚活っていう言葉は、あの皆さん、ほとんどのもうほぼ 100% ね、はい、月9のドラマになってるんですよね。そうだよね、そう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 だからもうご存知かと思いますけれども、実際にその婚活をやってる人っていうのは本当一握り、そうですね、多分、だからそのほとんど一握りの方も、
まあ、ある意味偏った婚活をしているっていう方々が多い。自分はもうこれやってると、うんうんうん、他婚活ってこんなにいろいろあるんだよということを情報を知らない中でやっぱり婚活している人たちが多い、うんうん、それと今言ったように一部の人しか知ってないわけで、うんうんうん、全く婚活を利用してない人からするとやっぱりこういう、ね、ものがあるんだよという情報をお届けすることによって、うんうんうん、あそうなんだこれだったら自分できそうだなと思うものがね、うん、ヒットすればそういったところにね、行けばいいのでということで、うんまあ、皆さんの人生の選択肢をね、広げる意味でも、はいまあこの婚活いろいろということをちょっとね、うんテーマにお話をさせていただく1時間にしたいんですけども、はいまあ皆さん、恋旅応援団と、ね、Facebook では恋旅応援団という名前で、はい時々ね、はいうん、1年ほど休んでますそうですねこの恋旅応援団のこの Facebook 見られたことないでしょうかね、うん婚活に関係するその内容になってますけど、うん、素晴らしいね、情報がたくさんあるんですけどこれを書いてるのがこの山下さんなんですね、はい、一応恋旅応援団団長ということで、ね、恋旅応援団の団長と、うんいうことで、まあ、婚活っていう言葉を使わないで恋旅っていうようなね綺麗な言葉にしたのは、うんまあ、その結婚というその前にね、うん、やっぱ恋をしようよとそうです ね, ね恋をしようというその恋をするためにはやっぱり出会いが必要だし、うんうん、ただこう家でね、寝て座って食って寝てっていうだけではなかなか出会いが難しいと、うん、だからまあそういう出会いを求めて恋を求めて、ねうん、旅にしようということで恋旅、うんねそれの応援団長ということで結構ねシビアなこと書いてたりとかそうですよ、ねね、自分の家族のこと書いてあったりね本当、うん、素晴らしい内容になってますので、はい、これであのいいねの数も上がるかな上がってくれてもいいかな、ねねはい、でその中で、はいまあ、今日ちょっとねその以前こう山下さんが書いてる婚活イベントの、うん選び方ということ で、改めて今日読ませていただいたらそうかってこんなたくさんあるんだなとそうなんですよね、うん、自分も婚活って言葉聞いたら、うんうん、まあお見合いパーティーみたいなのと、うんまあ、結婚相談所に行くぐらいしかイメージがないイベント婚活イベントみたいなのしかイメージがなかったので、うん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 そうだよね、うん本当に私もこういう仕事してるからやっぱりいろんなことが分かるだけであって、うんうんうん、一般の人たちっていうのは、うんまあ、本当サービスの内容って本当それぞれで違うのでね、うんうん、で山下さんは前聞いたら要は今の奥さんとラブラブでラブラブだけどこれはもう学生の時からそうですねだよね、もうずっとお付き合いされてきて、うん、同じ仕事に就かれてて、うん、教職員に なられてとそうです、ね、いうことで、うんまあ、あのここに書いてあるようにやっぱり学校とかそうです、ねね、その職場とか、うんうんまあ、習い事とか、うんね、いろんな、まあ、今まではって言ったらだけど本当20年30年前で言ったら、うん、ほとんど、まあ、こういう出会いから結婚してた時代ですよ ね, そうですねやっぱ自由恋愛して、うん、その前がガチガチの家同士の結婚だったのから、うん、ちょっと欧米化して自由恋愛がいいみたいな、うん、親に決められた結婚は嫌だみたいな時代が到来したのでそれで今結局結婚してる人の割合では自由恋愛が多いっていう話自由恋愛とかそういうのが多いっていう話はよく聞くので確かにそうですね、うんまあ、普通は別に結婚ということをまあ意識しない中でもこういう中で出会っていて、うんうんまあ、結婚していたはずなんですが、うんまあ、今は本当なかなかそうでもなくて、うん本当に今の世の中あの未婚の方が増えてきてる、うん、つまりこういう中での出会いがやっぱ減ってきてるということだよねそう学校職場、うんまあ、習い事してる時間もなくなりつつあるよなってで、まあ、沖縄とか見てると男性の習い事してる人ってあんまり、うん、確かに女性多いよね多いので、うんうんうん、また沖縄の土地柄もあるのかなとか思いながら共通の趣味があったり、うんうんまあ、職場で同じ話ができたりっていう、うんうん、また飲みニケーションも減ってきてるので、うんうん、職場でも職場恋愛も毛嫌いされる時代もちょっと来ていたり、まあ、確かにそうですけど、うんだけど今
あの人口自体も男性女性って、じゃあ、うん、女性だけが特別多いとか、うん、男性だけが特別多いとかってじゃなくて、大体同じだよね、うんうんうん、そう考えた時に、あの学校でも例えば40人クラスやったら半分が女性で半分が男性だよね、うん、大体そうですね、うんうん、特別高校で例えばあの理系のところに行くとか、理系とか商業とか、うん、工業とか、行くと、まあ、若干ちょっとね、うん、変わってきますけど、偏って、まあ、そういう出会いが、少なくなったりするけど、一般的に僕らがあの本当あの生活してきたような、うんうん、あの道をほとんどの方はやっぱり通ってると思うのね、うん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 、でもその中でそうやってカップルが誕生して、そして恋愛して結婚していくっていう人たちが少なくなるから、未婚化とか晩婚化とか言うんだけど、うん、なんでそういう人たちはまだ恋愛に発展しないのかななんてね。やっぱりちょっとその辺はなんか、うん、毎年成人式の日に新成人の恋愛経験みたいなのやるけど、どん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 もう半分ぐらいが恋愛したことがないとかいう時代になって、そこが、まあ、まずそこがなんでかなっていうところはもちろんそうだよね、あるんですけどね。もう実際にやっぱり恋愛自体が面倒やと、うん、っていうの話も聞きますよね、と、ね、うんうん、なことねありますのでね、うん、まずやっぱりその普通の、まあ、一般的な今までの出会い方としては、まあ、こういう学校や職場、習い事とかね、で、まあ、うん、まあ、なんだろう、偶然というか、うんうん、本当にもう奇跡、本当これは奇跡だとそうだよね、奇跡的な出会いで、まあ、それがなんか、あ、結婚してもいいかなって言って一歩踏み出すっていう感じがあるのかなと思います、ね、あんまりこう最近ナンパという言葉も聞かないよね。まあ、してる人はしてると思うんですけど ね、じゃあハンカチ落ちましたは、それは古いんじゃないですか、古いな僕わかんないですけどあ、そう、最近でもなんか、うんうんうん、テッド、喋るやつあるじゃないですか、うん、その人で元ナンパ師の役所の職員さんがいて、うんうんうん、町おこしに成功しましたみたいな、うんうん、ああ失敗して当然みたいな、いう、それを僕はナンパで学びましたみたいな人がいたので、ね、やっぱそういう失敗をちょっと怖がるっていう社会情勢というか、若者たちというか、そういうのはあると、雰囲気はある、ね、ありますね、うん、はい、次は友達の紹介とかコンパとかね、そういう話に移る前にちょっと一曲ね、ここで、私が大ファンなんです実は、はい、そうですね、沖縄出身のシンガーまなみちゃん、はい、ね、もう沖縄来ても彼女の歌で僕救われたんですということで、陰ながら応援している、ね、はい、年配のおじさん、むっちゃオープンで応援してますけどね、はい、まなみちゃん頑張ってください、はい、ということで、自分が、私が救われた曲2曲ね、はい、今日はお届けしたいと思います。まなみちゃんでファンファーレ、お聴きください。こんばんは、はい、いつもありがとうございます。カモン、私を連れて、おいおい。本当に俺が前の会社で、うん、文字で座ってた会社の5階なんだけど、こう座ってたところの、待てよ、こう座ってて、待てよ、こう座ってて、右、こっち側に、うん、あのパレットくぼ地のオーブンがあって、もうこの歌が、すごいこう流れててさ、もう本当それ見ながら聴いたら涙出てくるよとありますよね、そういう、なんだろう、ね、もうターニングポイントでよく耳にした曲とか、うんうんうん、すぐにそういうなんかファンクラブみたいな子があって書き込みしてやったんだけど、返事は来なかったいいじゃないですか、もうお父さんと仲良くもなったし、そうだねそうか、今これ26人の4人中のこれなの、26人は通りすがりの人で、そのうち4人が今見て、うん、あ、チラ見して出ていく人もいるので、ああそういうこと、うん、でもずっと見てる人多分1人ぐらいいそうな気がします、まあ、入れ替わってる可能性があるんですけど、でそのうち今見てるのが一福堂さんなので、こうやってこうコメントくれたら、ああ誰が見てるなって分かるんですけど、ああそういうことか、うん、本当にな、恋愛もしなくなったけど、結婚、まあ、自分も結婚はそんな意識してなかったですけどね、うん、結婚し、婚活しようと思うきっかけとかで、タカラさんはよく言ってるんですけど、やっぱ20代はなんやかんや忙しくて、うんうん、自分のことを置き去りにしてしまって、うんうんうん、じゃあ
ちょっと落ち着いた頃に結婚って思いついたのが35ぐらいになるって言ってて、で僕の友達逆に言うと35ぐらいになると今度責任ある仕事、うんうん、任せられて本当に柔軟、この結婚に柔軟な時代だなって、それはなんかすごく感じましたね。そうだね、うん、そうしづらいというか社会がしにくくしているんだなっていうのはすごく感じます。俺この未婚当然時代ってこの本の話今日したのよ。まだしてないです。あ、まだしてないよね、うん、あ、よかった。俺最近言葉出ないのとでその辺の言ったか言ってないかがまた記憶がない。言ってないです大丈夫です、ね、言ってないです。言っててあの俺が忘れたらもう認知症だよね。どう認知症でもないと思いますよ。人間年取ってくるとどうしても、うん、これ夕飯準備なんだ、ね、これ受信トレイ確保して1位になってるのこれなんだ。受信してます、メール来てます。あ、メール本、ね、お、あ、リスちゃんだ。あリスちゃん久しぶりに謎かけしてくれてる。あれこれ今までの人今井村、ああ、だから あれですあれです、あのこっちでゲスちゃんとかリスちゃんってこっちでずっと謎かけしててくれてた人です。なで一応リスちゃんっていうラジオネームなのでこっち読まないでください。コメント参加でき、あ、キャステージだね。あ、ツイキャスコメントが表示されなかったんだ、メールにしたよか。そうなんだ。なんでかな、ツイキャスの設定いじったねって書いてある。ここから読むわ今日ね。うん、そうですね、はい、曲が終わったら誰なんだっけ。あ、リスコン、あ、もう一回開いて開きます。婚活もリスちゃんで、リスちゃん、ね、リスちゃんですから行けばいいと、はい、曲が終わったらメールで入っていいんじゃないですか。あ、リスちゃん優しいよな。はい、時刻6時24分30秒ですね、回りました。今日はその婚活のいろいろと、婚活いろいろということで、うん、だけどもう24分でまだ1個しかこう言えてないからちょっとペースアップしていいですか。はい、はい、大丈夫ですよ、ね、その前にあの、メールね、いただいてますので、はい、リスちゃんどうもこんにちは。はい、この方は頭多分天才だと僕思っている方なんですけども、はい、謎かけですね。充実したゴールデンウィークとかけまして思い切って婚活モールに行った人と解く、うん、充実したゴールデンウィーク ね、 そ、 ね、 ね、はい、でその心はどちらも良い天気になるでしょうと、うん、素晴らしい ね、 ね、うん、お天気とね、お天気ね、充実するためにはね、ゴールデンウィークが、うんうんうん、それと婚活モール行くことによってね、いろんな人生の転機、うん、ね、いいようにやっぱり変わっていく、変化していくと。いや本当に辛い思いもすると思いますけど、うん、で、まあ、それでなんかうまくいかず途中で諦めたとしても、うんうんうん、この経験は絶対に生かされると思うんですよね。そうだよね、うん、あ、これ罰するよりは、はい、はい、ということでありがとうございますリスちゃんね。はい、婚活いろいろということで、まあ、最初は、ね、うん、あの学校とか職場とか習い事とかね、いろんなことで、次そういう友達の紹介とかコンパ、うん、うん、うちにやっぱり来る人たちもやっぱり昔はこういう紹介あったよっていうことをね、うん、あのおっしゃる方が多くって、でも年齢とともにやっぱりこういう紹介自体やっぱり少なくなってきますよね。そうなんですよね、うん、で少なくなってくる上にやっぱり結構友達から紹介されたっていうこのプレッシャーがあるっていうプレッシャーありますよね、うんうんうん、僕紹介できないですもん、うんうんうん、特に女の子に男性紹介するのはちょっとわからないので、うん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 、だからあのコンパに誘うとか、うんうん、そんなんだったらやっぱり昔もよくやったりしたけど、うん、友達にこう1対1でお前こいつと会ってみろよなんていうのはなんか俺もなんかできないかもわからない、ね、そこが破局なんかした日にはものすごい悪い男だったりした日にはすいませんじゃ済まない気がしてしまうので、まあ、だから高田純次さんならもう紹介したらもうそれでもういいんやろうけど僕らはなんか性格的に紹介した後がずっと気になるよね。気になりますね。うーん、別にね、相性だからうまくいかなくても仕方ないんだけど、うん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 、なので、で
実はこう恋愛だと変なやつみたいな、友達付き合いならいいやつでも、恋愛になったらちょっと変なやつだったとかだったら自分たちに分からないとこなんで、確かにね、まあ、でも本当こういう若い人たちではやっぱりこういうような紹介とかね、コンパとか飲み会みたいなものっていうのをね、どんどんねやっていってほしいなって思いますね。はい、思います。まあ、それと、まあ、あの一番多いのかなってね、沖縄県でも多いのかなと思うのは、割とオープンなその婚活のイベント、うん、ね、今月だけでもおそらく多分60、70は、うん、あの、まあ、ゴールデンウィークが入るからっていうのも ねありますけれども、まあ、これなんかどうですか、オープンっていうのは、まあ、結局どういう人が来てるか、誰でも参加ができると。そうですね、あの本当に、うん、大規模なマチコンとか、マチコンが悪いとかではないんですけど、うん、まあ、本当に婚活イベントで参加者自由みたいな場合は、うんうんうん、まず独身かどうかわからないとか年齢もはっきりわからないとか、いくらでも嘘つけるので、そういう意味ではその不安点は多いのかなと。もちろんあのしっかりしてイベントの場合は独身証明とかちゃんと提示を求めてたり、ちゃんと正し書きでこっちのルール守れない人はっていうのはちゃんとやってるので、うんうんうん、まあ、そこは確認してもいいんですけど、でもほとんどがやっぱりその婚活って言ったら、その、うん、最初のきっかけというか、うんうんうん、ところってやっぱりこういうことから参加する方がやっぱり多いので、ね、でこれに参加してしまうと婚活って言ったらこういうもんなんだと、で、うんうん、いいその結果が出た人からするといいよって言うけれども、うん、やっぱり私たちいろんなやっぱ話を聞いてくると、うんうん、今の安心安全ということもあるし、うん、やっぱりこう大勢の中でこう比較をされると、うんうんうん、いうことがやっぱりあるので、うん、まあ、本当弱肉強食というか、うん、ね、ちょっと人見知りするとか、うんうん、もう自分もそうなんだけど、こう大勢の中ではもう、うん、もう全く、ね、中に入れないとか、うんうん、そういう人にとってはちょっと、うん、そうですよね、なんか自分を知ってもらうタイミングとかが、うんうんうん、あのまあイベントにもよると思うんですけど、やっぱり集まって出会わせてなんぼみたいな、うんうん、あとはあの集まる場所は与えるから、うんうん、あとはなんとかやってっていうイベントが結構見てたら多いので、うんうんうん、あのパッと見てチラシ見る感じでは、まあその回転寿司みたいなそういう時間はあるかもしれないんですけど、まあそうだね、場所は作りましたと、うんうんうん、あとはお任せしますっていうのが多いので、うんうんうん、まあ、そういう意味では本当になんだろう、やっぱ見た目って第一印象って大事じゃない、自分がやられた嫌なことは人に結構できたりするので、 あの人かっこいいなと思ったら、本当テレビ見ててもそうじゃないですか、婚活イベントのテレビとか見ててもかっこいい人とか可愛い人の周りにはみんな群がって話してるけど、ちょっと喋れない奥手でちょっとまあ見た目があんまり良くないのか、人気のない人はやっぱ残っていくっていう。ということはやっぱり最初はもうちょっと悲しいけども、うん、やっぱり見た目から入っていかざるを得ないよね、うん、そうですね、うん、そしてまあちょっと話できて、あ、いい方だなと思うようなことがあればまた進んでいくけども、その話す時間がほとんどやっぱりいろんな人たちが集中するからね、うん、やっぱり自分が見てこの人だ、うんうん、この人と結婚したいと思う人にまず話しに行くと、うんうん、そこにまず時間割いてどうにか興味持ってもらう、ダメだなと思ったら次の第2希望第3希望って下がっていくはずなので、そういう意味ではそうだね、まあ、本当、うん、あの自立、自分で本当にあの人をかき分けてでもね、うんうんうん、そういう自分のターゲットにするような人にかけられるような人にはね、とってもまあいいのかもわからないけどね、うん、まあ、こういうオープンな、なそういうイベント、うん、でもう一個は、まあ、あの割と固めの、うん、身分証明書だとかね、うん、あと独身、自分は独身ですよっていうその証明書が、うん、独身証明書っていうのがあるんですけども、これも僕初めて婚活モールドさんに、うん、携わって知ったんですけど、まあ、民間企業、あの結婚相談所っていうところにおいては、うん、もうあの戸籍、謄本、うん、あるいはこういう独身証明書っていうのがね、うん、必ずこれはもう必要になってくる、もんなんですね。やっぱり安心、うん、安全っていうのが、まあ、全てまず基本になってくるのでね、うん、はい、まあ、かといって、まあ、普通のただ証明されたかどうかという安心安全は担保になりますよというだけですけれども、うん、これなんかはどうですか、さっきのイベントとの違いは。まあ、やっぱり提示がある分、うん、やっぱり既婚者とか、うん、もう彼女がいる、まあ、彼女がいても別に、まあ、今回言ってもいいのかなと思うんですけど、うんうんうん、あのまあその結婚してるとかどうかっていうのと、うんうん、やっぱり自分の身元が明かせない人怖いですよねなのでそういう意味ではやっぱそこの
ちゃんと線引きをしてくれてるところの方がやっぱちょっと自分もめんどくさいですけど、めんどくさい分安心はあるかなっていう。そうですね。だからいずれそのオープンなイベントであっても、は割と安心安全がまあ担保にされたイベントであったとしても、やっぱりこれはもう本当に自分で組み立てていかなければ、出会ったその出会っただからじゃあもうそれでいいわけじゃなくて、出会って何とかしてその後も全部自分で何とかしないといけんよと、いうことですね。まあその辺のところがまああの気楽で、まああんまりその自分のペースでできるからいいよと、それとまああの自分が参加できるあの本当時間タイミングがあったりね、そういう時だけ、あるいはそのお金に余裕があった時だけとか、まあその人の都合に合わせてまあ婚活ができるのも一つはまあメリットとしてね、あのあるので、まあこれもこういうようなものも婚活ですよということだけは分かっててほしいですね。で、またこれ山下さん書いてもらってるのが普通の結婚相談所、結婚相談所ね、あるいはその結婚情報サービス会社と、あ、そうですね、まあ、よく似てるんですけども、まあ、この辺は、まあ、私がね、まあ、実際に勤めてたので本当に、分かりますけれども、まあ、やっぱり民間企業ですから、もちろんねその皆さんの幸せを望んで、運営はしてるんだけども、やっぱりその前にもちゃんと会社として存続をしなければならないと、利益を生まないといけない、ということでやっぱり料金は高いですね、まあ、ピンキリありますけれども、ね、何十万というところから、まあ、10万ぐらいというようなところまで、まあ、様々あるけれど、一つはまあ、そういう担当者がついたりね、なかなかあの自力でそういう婚活が、できないような方々に、まあ、ある程度お膳立てみたいなものをしといて、そして合わせていくと、でやっぱりちょっとコミュニケーションが、ね、ちょっと取りにくいような人だったら、まあ、お見合いの練習を何回もやったりとかね、そうですね、あるいは、まあ、うまくデートに誘ったとしても、まあ、どこでデートをしていいかわからない、デート の、ね、そのマナーとかもわからないという人はまた別料金で、あったりとか、そ う、 ね、まあ、そういったことね、あったりして、まあ、沖縄県においても、まあ、内地のね、大手の結婚相談所というものもいくつかあるし、多くはまあ民間、個人でやっているような結婚相談所というのもあるので、これもちょっと様々あるんで、このもうちょっと後で話するとして、もう2曲目ねちょっといかないと、はい、いけませんので、僕の大ファンです。あ、僕の大ファンじゃないね、僕が大ファンなんでね、はいはい、冗談ですよ、はい、僕が大ファンのまなみちゃん、何でした、何でした、はい、どっかにメモってましたよ、あ、ベストフレンド、ごめんなさい、まなみちゃん、はいはい、好きな曲がいっぱいあるからな、まあ一応一福堂さんと多分もう一人誰か多分見てくれてるから、そのあと4人目が出たり入ったりしてるのか、まあ、ずっと見てくれてる人なのか、一福君結構ね勢いとタイミングなんですけど、その勢いとタイミングの前がないんですよね、いますよありがとうございます、ね、サンキュー、今日のあ、AKB ファンさんありがとうございます、俺は久しぶりやな、キリン、こんばんは、僕はあの割と他の番組で絡むので AKB ファンさん、一福堂さんもそうなんですけど、FM ギノワンのヘビーユーザーの2人なので結婚は勢いとタイミングが確かにそうだよな、久しぶり、本当に久しぶりだ前こんな、これ顔出てた、違う写真でした、そうだよね、勢いとタイミングなんですけど、もう勢いとタイミングの以前がないんですよね、恋愛が今ない、出会いがないから恋愛がないっていう、お見合いもないし、ね、今結婚の一歩が遠かったのが今恋愛の一歩が遠くなっちゃってる、確かにそうだよな、俺ね、あの出会いがないっていうことは俺嘘だと思うのよ、まあまあありますよね、あるあるある、そうそうそう、そこからやっぱりその恋愛に、っていうのが俺変わったんだと思って、もう学校だって職場だって何だってそんな出会いやん、それは生活自体はやっぱりいろんな人たちとの関わりでできてるわけだから、出会いがないのは嘘だよね、
出会いないしって言い訳になるからって手厳しいその当時確かにそうなんだよな、うん、出会いはいっぱいあるんだけどな、うん、でもね会社の中で恋愛するとやっぱ面倒なことも多いから難しいですよね。確かにパワハラセクハラいろんなものな、うん、やっぱり女性もやっぱり男性とやっぱり同等とね仕事をし始めてある意味社内で行くとライバルであったりとかね、うんうん、そういう人たちが増えてきたり、うん、そうなんですよね、うん、でも不倫があるぐらいなのに恋愛がないっていうね本当だよなやっぱり恋愛する人はするんですよね恋愛体質なんですよねしない人はもう、うんうんうん、確かにそうだよ、うん、だから、まあ、うちなんかここで初めて婚活ゴールで初めて恋愛しましたっていう人もいるわけよ、うん、いますよねそうするとやっぱり振られること結構あるよまあでもしゃあないですよねもう人生が終わりのようなそうだ確かに中学とか高校の時そうやってね、うん、そういう経験した時にも俺も膝小僧抱えて泣いたこともあったけどさ、うん、でもやっぱり40でも50でも初めて恋愛して振られたって言ったら同じよ、うんうん、もうやめるとかそうですよね、俺はもうダメだとか、うん、あ1人減った2人も減ったやんけでも一服堂さん見てくれてるのででもいいですよね一服堂さんの場合は本当お見合いを言ってくれるチャンスがあったってすごい救いだなと思うんですけど、ね、まあほんまやそういうような人がお紹介してくれる間に入る人がいたんだな、うん、今もどんどん減ってる時代なのでそれで幸せがどんな手段でも、うん、何も問題もないですけどね親戚がありがたいですいるいる確かに俺その隣近所とか近い人のおせっかい焼きというよりは、うん、自分のイメージではやっぱりその親戚の中にいたよ親戚の方が言いやすいですもんうん確かにそう、うん、ああそうかそうかそこ攻めようかなこれからな親世代をそう、うん、もう終わった割りそうな感じかな。ああ、6人兄弟、それもありますよね。今子供自体が少なくなって。うん。6人兄弟ね、やっぱ兄弟が多かったら親戚がおのずと多くなるけど、今一人っ子二人っ子、まあ、多くて三人っ子、今のまあお父さん世代とか、おじいちゃんおばあちゃん世代も下手すると。確かにうちやっぱり4人兄弟です姉妹ですっていうような人たち全員独身と、うん、普通やったら例えば下が3人結婚してて、うん、お兄ちゃんだけが残ってるお姉ちゃんだけが残ってる言うたらまあまあみんななんとかせないといけないけど、うん、もう本当全員が残ってたらさ、うん、どっから攻めていいか分かんないよ誰でもいいから早く行けよとそう親はね、うん、多分焦り始めるんですよね自分の老後さ大丈夫かなって子供っていうそうはい、山下さんもあと20分ぐらいだよ、はい、もう終わるよ終わります、ね、でも喋りたいこと全然喋れてないんだけど先にこっちの本が言ってる、ね、その婚活の いろいろということでね、お話ししてたんだけれどもやっぱり婚活ボールがやっぱりこんだけなんやいろんなところから、うん余計なおせっかいやってやっぱり言われたりしながらでもですね、うん、声を上げてやってるっていうのは、うん、本当に結婚受難時代、うんうん、結婚がやっぱり難しい、うん、その時代に入ったっていうことをやっぱりお知らせしたいっていうこと、うんうん、最近未婚当然時代っていう本が出たの知ってる？知らなかったんですよ、ね昔その婚活難民っていう本をね書いて元その NHK の方でこう働いたその女性なんですけども本当に婚活を頑張ってるねその婚活とか独身の方々に本当体当たりでいろんなねその取材をしてきて生の声をまあそういう本にされたんですけども昔その書いたのが婚活難民となかなか婚活をしたけどもうまくいかない
ね、婚活迷路とかこう言いますけども、うん、今度は今回は未婚当然時代だって、うん、なんか恐ろしくない？なんかこれが当たり前だよと、ね、そう当たり前にしちゃって、うんうん、気楽にする部分がありますよね。確かにあのもう生涯、ね、その一度も結婚しないという人たちが、うん、もう将来はもう半分ぐらい、うんね、あの2人に1人はもうそういう人たちがこう出てくる世の中にこのまま何もしなければなっていくというようなことでね、うん、つまり、まあ、この韮澤明子さんはこの未婚当然時代だよと、うん、別に結婚なんかしないでもいいよというようなことを言ってるんじゃなくって、うん、こういう当たり前の社会にしない、うんね、昔はまあ本当ミラコンと、うん、みんなもう結婚してた時代が、うんまあ、こういうねそのどんどん時代は進んで未婚当然時代になったと、うん、だから結婚するんであったらやっぱりどうすればいいのかっていうことをね、うん、みんながやっぱりその知恵を出し合って考えていかないとあかんよと、うん、いうことを言ってるんだなと、うん、僕はそう感じたこの頃なんですけども、そうだと思いますよ、うん、未婚が当然になった時代になりますよと、うん、到来してますよとか到来しますよっていう啓発だと思いますね。だからやっぱり行政とかね、うん、そういうところは結婚しなさいとか、うんうんうん、というようなことはやっぱり口が裂けても言えないね。子供を産みなさいとか、うん、子供2人産みなさい女性はなんて言ったらすぐ叩かれる、うん、当然ねその、そういうこともあるんだけど、やっぱり僕はもう叩かれてもいいから言いたいね、うんね、よく山下さんも言うけど一度は結婚してよと一度結婚してダメなら二度してよと、ねうんぐらいのことで勢いでまあやってるんですけども、まあ、婚活そのイベントのいくつか、ね、ご紹介してきた中で、まあ、結婚相談所を使うのも手ですよと、うんいうことでいろんな方法があります。コンピューターマッチングとかね、うん本当一対一でプロフィールを確認してやっていく方法とか、うんただやっぱりその金額的なこととやっぱり会員数があんまり多くない、うん、全国規模のところでいけば何万人とか言うけど、このやっぱり沖縄県においては、うんうん、何万人いてたとしてもしゃあないんだよね、うん、沖縄にやっぱり何人会員さんがいるんかということから考えるとやっぱり厳しいかなと、うん、それとやっぱり、まあね、個人でやってるとか、まあ、数名でこうやってるようなところにおいては、うん、なかなかやっぱりそうやってその資金も回らないから、うん、やっぱり宣伝とか広告、うん、そういうブランディングがなかなか進まない、うんうんうん、そうするとやっぱり会員数が少なくなるよね、うん、だから会員が少ない中でやっぱり紹介しようと思ったら、うんうん、入会したけ最初のうちは紹介やったけどもうすぐになくなるというのもやっぱり聞いたりする。うんまあ、メリットもデメリットも仲人がつくから、当然こういう中でも成功たくさん作れてるわけですからね、うん、何もしないよりはあのいいと思いますよ、うん、一服堂さんはおせっかいおばちゃんしてるみたいですよ。ああ大したもんな。一服堂さんはお見合いだよね。だいや旦那の友達と、うん、私の同級生紹介して3組結婚させた。あすごいなあと鹿児島から上野さんって方が、あいや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 鹿児島から来ました。お疲れ様、上野さん。地震の影響大丈夫ですか？はい、どうもこんばんは。大丈夫ですか？うん、九州全域でね、ちょっと心配ですけど。だね。まあ本当に何や、その仲人っていうかおせっかいおばさん、うん、親戚の中にいたし近所にもいたしと、うん、ねやっぱりそういう年代の人たちがもう今、うん、いなくなってきて、うんうん、これもやっぱりということで山下さんが恋旅応援団っていうのを、ねね、そのおせっかいおばさん、うん、おじさんを復活させようなんで ね、 毎回ね復活したいなと思ってるんですけど、いうことで、まあ、なかなかちょっとね我々も、うん広くね宣伝がこうできてないんだけど、うん、でもイメージとしてはやっぱりこう昔がいいわけじゃないけど普通に出会っていって、うんその中で結婚していく、でもそういったことで、まあ、言葉悪いけど、まあ、30代になっても結婚がうまく恵まれなかったような人たちには、うんうん、そういう周りの人たちがねこう、まあ、支えていく、うんうん、そういうようなやっぱりこう時代に一回それだけはちょっと戻ってほしいなと。本当に結婚しなくてもいいよ言うていたら別に男と女いる必要ないでしょ、うんうんまあまあ、この極端な話なんだけども、うんまあ、私の仕事がそういう仕事だから熱く語るんだけどねあとこういうお見合いをサポートしてくれるねそうそうそう、ような人たち心強かったですね、うん、うんでも本当に今言った仲人が少なくなってきてると、うん、それと最後ねこう書いてるけどネットだよね、うん、山下さん団長のお兄ちゃんはこうネットで知り合ったってネットで知り合ったんですよ。僕結婚式の時、うん、初めて来てしかも出会い系がちょっとすごい悪い噂が一番強かった頃で、うんうんうん、
あの今ちょっと、まあ、今でも事件起こって収まってるんですけど、一番こうバッシングを受けてた時代だったので親もびっくりしたっていう。でもうちの兄夫婦はとっても仲良くやっているので、ありなんだなっていうのはすごく思います。なるほどね。まあ、本当に、どんなものでもそうなんですけど、やっぱり使い方こういうネットのね、やっぱり犯罪もある、反面こうやってお兄ちゃんこう趣味で通じて、そしてね、多分お付き合いが始まって、やっぱりそういう人たちもやっぱり中にはいるけれども、どの人がいい人でどの人が悪い人か、ね、っていうところがやっぱり分からないので、やっぱりある程度慎重に目利きしながらね、やっぱりやっていかないと、あとうちの兄は割と結婚志向強かったので、多分それもあったので、貪欲にいろんな人と会ってみたいなのあったかもしれないですね。だからネットでやるにはそういうところのコミュニケーションとか貪欲さはとっても、自分で自力で全部自力でやらないといけないので難しさはあるかなと。まあさっとね、グッズ活のご紹介、させてもらったけれども、山下さんもここに最後にねコメントしてるんだけど、即効性のあるものはないと。ないですね。ね、本当に、僕ら1分の1の確率でいう、たった最初に出会った人と成婚することはこれもゼロじゃないんだけど、ほとんどの人たちはもう本当に悩み苦しみ、しながらやっぱり、そういうタイミングを来るまで、頑張りながらやってる人たちがほとんどだというのが婚活なんですね。そうですね。その辺のところ、これから頑張ろうとする人も、期待とか希望とかがあるけれども、現実はね、本当はやっぱり自分の努力とか、そういったものもやっぱり足されていきながら、やっていかなければいけないものなのでね。ただやっぱり出会いがないことにはやっぱり前に進まないっていうのが あるので、だからその方法をいくつか今紹介したけども、じっくり自分に、ね、合う方法を選んでみるのもね、いいと思いますね。いいこと書いてるね。結婚するという奇跡はそう簡単には起こらない。だからこそね、現段階で婚活というその言葉が周知されるようになったはずですと。確かにそうだよね。別に、当たり前だったら別に婚活という、ね、言葉はない。ということはやっぱり結婚そのものが、受難時代とかね、いうことで結婚できることが、本当は奇跡だと、本当にっていうようなものだと思いますね。いや本当は会員さんとか見てると、本当顔出しできないのが残念なぐらい、この人がみたいな、この人が結婚 できない理由がわからないとか、友達もそうなんですけど、僕の男友達はほとんど結婚してるんですけど、うちの妻の女友達があんま結婚してなくて、お前なんでこんな美人で性格もいい子結婚しないんだろうって思う子多いので、やっぱ そういう人たちがおかげながら婚活してたりしているので、なんか、結構普通ですよみたいな。本当にまだ婚活って言ったらオープンじゃなくてね、文化でもない、本当に皆さんやっぱり恥ずかしながらやってるっていうのが現実なんだけど、もうおそらくこの時代が進んでいくと、もう婚活当たり前時代、そういう時代が、来ます。早め早めに皆さん婚活モールで来てください、ということで、婚活、頑張ってみようとか、どんなもんだろうという、何にもわからない方とか、あるいはその今婚活中ということで、なかなか思うような結果が出なくて悩んでるっていうような人のために、今回その私たちの方でやってる各駅停車と、いうその婚活を体験していただこうということで、うちの、そういう優秀なスタッフが、考えまして、ワンコインで、こういう婚活しながら体験しながら、皆さんといろんなお話をしていきましょうという企画がありますので、各駅停車って何ということはこのラジオで説明すると時間が足りませんので、できたらホームページの方に載ってます、このチラシも入ってますので、この各駅停車というのは婚活モールだけがやってる本当オリジナルの、紹介方法です、これをやることによって本当たくさんの成功が生んでますのでね、だから興味のある婚活者、ぜひ各駅停車体験していただきたいということで、ご案内させていただきます。ぜひ聞いてる人はですね、自分が既婚者でも、ちょっと婚活やろうとか、悩んでる人にはもう言った方がいいです、
参加人数も男性4人、うん、女性4人なので、そうそうそう、すぐ埋まると思います。そうなんですね、もう予約がこう入ってきてますので、うんうん、あの本当あくまでも体験ですから、あの、うん、必ず入会をしてくれということではありませんのでね、うんうん、はい。それとですね、山下さんもまたブログで書いてるけど、やっぱり早婚、早いうちからやっぱり活動して結婚すると、うん、で20代の人たちがっていうことも書いてあって、うんうん、もう本当に私たちも20代の人にメッセージを送ってもほとんどやっぱり婚活って言ったら返ってこないんですよ、うんうん、そうですよね、うん、だけどやっぱりその20代に、ね、大体30になるまでにやっぱりその結婚とかを意識してもらって、うんね、というようなことで何かないかなということで、またうちの優秀なスタッフがですね考えてくれて、うん、婚活じゃない、婚活っていう変わる何か言葉、うん、20代にその婚活って言ったら、やっぱり結婚って言ったらもう面倒くさいし今したくないし自由だしとかっていう、うん、まあ、自分のことで精一杯だったり、ね、そうだよね、20代だったら、だけどやっぱり友達増やそうとか、うん、ちょっと彼女欲しいねとか、うんうん、ね、いうのはやっぱりあると思うのね、うん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 、だからいない人たち、あるいは恋愛経験がないような人たちにやっぱりそういう、うんうん、その経験をしていただくためのきっかけとして、うんうん、ちょっと楽しいイベントをね、うん、婚活じゃなくてもう20代に特定したちょっと、うん、あのイベントをですね、打ってみたいと思いますのでね、うんうん、期待してください。ちょっとワクワクしますね、うん、はい、ということで、ゴールデンウィークねもう入っていきますけども、うん、ちょうど29日またご成婚式が、うわ素晴らしい、あります。週1ペースぐらいでいってる。そうですね、うんうん、もう実際にやっぱり子供できましたとかね、うんうん、あの結婚式の日取りが決まったとか、うん、いろんな報告がねやっぱり来るたびに、まあ、勇気づけられるんですけれども、うん、本当にもう待ってるだけではもう本当、ね、ダメですので、ぜひその婚活ボールにまず来てですね、うん、お話聞いてください、うん、こういうねそのおっちゃんがおりますので話好きのね、何なりと話でお姉さん方の方が多くなりましたけどね、後的に多いですね本当美人のねスタッフ揃えてますので、美人のスタッフが出たがらないので、そうそうそう、伝わりづらいんです、みんな恥ずかしがり屋なんですね出たらいいのにと思う、はい、はいはい、ということで、これいつものこれ流れてる音楽何でしたっけ、笑顔のまんま。そうですね、笑顔のまんま、沖縄国際映画祭のテーマソングでもあります。そうですね、ね、国際映画祭、沖縄もう終わりましたね、昨日クロージングしましたね。もうちょっとなんかすごいその大雨の中花火上がってましたね、すごいですよね、ね、本当もね、うん、その吉本さん頑張って、うん、いろんな芸人さんがね来て ありましたけれども、まあ、私たちもなんか吉本さんと組んでできないかななんて、婚活 ねできたら面白いですよね。そう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 、多分内地だと結構行政さんも手をつけ始めてるので、うん、割と当たり前になってるかもしれないので、はい、そうですね、うん、はい、ということで来週は5月の多分1日なりますね、はい、もうゴールデンウィークの、まあ、本当ど真ん中になりますけれども、皆さんね、また来週まで、元気で、はい、そして、幸せが皆さんたくさん訪れますことを記念しまして、さよなら、ありがとうございました。はい、聞いてくださりってありがとう、サンキューベリーマッチョ。ゆっくどさんいつもありがとうございます。お、なんか急に上がってきてAKB ファンさんとか見てるかな、上野さんも見てるかな、ありがとう、お疲れ様でした。